生物産業学部北方圏農学科から来ました、中丸と申します。私たちは、北海道のキャンパスでいろいろな、仕事をしているんですけれども、我々の研究室、我々の学科では農業畜産業などで、農家の人や、その畜産家の方々が実際に何に困っているのかという問題を取り上げて、それを解決するために研究をしています。今日の主役は堆肥といって、有機肥料、有機質の肥料のお話になります。皆さん堆肥はご存知でしょうか。作った方とか、生ごみでコンポストを作ってみた方とかもいらっしゃるかと思いますが、堆肥というのは、そういう牛の糞とか生ごみとか、臭いそうなごみと落ち葉とか葉っぱとかを混ぜ合わせて発酵させて山のように積んでおく、こういったものですね。今日のお話はその有機肥料のお話ですが、有機質の肥料を放つためには化学肥料のお話もしなくちゃいけません。順番に説明していくと、まず化学肥料が世界の食料生産を支えてきた、まだ支えています。だが現在その使いすぎもまた問題となっているということと、それは減らしていけるということ、それからその化学肥料を減らすっていう中で、化学肥料の一部を有機肥料に置き換えていくことはできるのか、答え先に言うとできますということです。で、時間がもし余りようだったら、世界的なそういった環境保全型の農業のトレンド、実用的にどのようなことができているのかということも話したいと思います。まず少し大きなところから話を進めたいと思うんですけども、我々、来年度から北方圏農学科と名前が変わります。それがどういうことなのかというと、北方圏といって北だけじゃないんですけれども、世界的には北緯40度、あれ南緯40度以上の緯度の、ちょっと寒いかなっていうぐらいのあたりに、これ世界の土壌地図です。いろんな土の種類があって、濃いグリーンの土に注目してください。こうやって色分けしているのが黒土で、モリソルっていうんですけども、一番農業が盛んでたくさん作物が取れる地域です。で、ちょっと日本だけは色が違うんですけど、日本は火山灰土壌って言って火山地帯なので、色がピンク色になってます。同じようなところはニュージーランドとかがそうですね。その火山灰土壌も、緑色で表されているモリソルと一緒で、すごく生産性が高い土壌です。そして、こういう農業にとってとても、恵まれた地域というのは、どちらかというとこのユーラシア大陸とか北半球に多く分布していて、南半球だとアルゼンチンとか、オーストラリアの一部にありますけれども、そういったところが言ってみれば生物生産、食料生産のボリュームゾーンといえます。生態学的には熱帯地域とかで農業は実はやるべきではありません。ただ人口のボリュームゾーンが南の方にあるので、どうしてもそういった地域が酷使されているというのが現状です。我々はその正しい、農業の在り方としては、農業をやって環境に負荷をかけられる、どちらかというと頑丈な生態系があるような北海道のような地域を舞台に、これから の地球の食料生産を支えていこうということを志向しています。特に北海道にあるのが、このオホーツキャンパス、ここにあるんですけども、この地域は非常に畑作が盛んで、農業生産力の高いところなんですね。皆さん土の話とか高校とかで教わったこともないと思いますので、簡単に説明すると、さっき言ったように、土っていうのは、こう穴を掘ってみるとこう断面があるんですけど、上の方にちょっと黒い土の層があります。この黒土の部分が生産を支える栄養のたくさんある層なんですけども、熱帯の土っていうのはすごくその層が薄くて1センチとか2センチとか数ミリとかしかありません。これ沖縄の土です。だから熱帯の樹木とか植物っていうのはこうやって根を広く張る傾向があります。こういうところで農業やってはあんまり作物取れませんし、生態系にも大きな悪い影響があります。一方で、日本とかロシアとか北アメリカとかにあるようなこういう黒っぽい土っていうのがあります。こういう土はこういう土はですね、深いところまで根が届いて作物がよく取れます。また、これから話すけれども、肥料とかをたくさんぶち込んでもそれを吸収してくれます。ですので、農業をやってたくさん大きな野菜とかが取れる土と言っていいんですね。そして一方で、私たち日本人が直面している大きな問題として、食料の自給率、皆さんご存知のように 40% を割っております。ただ、2000年代以降ずっとこう横ばいでは推移してきて、現状維持にはなんとか成功しているといった状況でしょう。
そうした中で、これからの我々の食料生産を考える上で北海道の農業の位置づけがどうなっているのかちょっと復習しておくと、ちょっと2000年以降になってからちょっと意外なんですけれども、お米作りでは北海道は県の中で2番目、一番お米取れるのは新潟県なんですね。実は米作りでは東北や北陸、日本海側の県の方が北海道よりも最近では存在感が大きいということが分かります。もちろん北海道もそれなりですけれども、北海道全体としたら米の割合というのは、そんなに多くないということも分かります。ただ一方で畑作物、小麦とかジャガイモだと日本全国の 60% 以上を実に北海道で生産しており、畑の生産物、野菜とか小麦とかに関しては北海道の存在感がすごく大きいということが、ご存知の方も多いと思いますが、分かりますね。特に北海道の中でさっきオホーツク地方って言いましたけど、オホーツク海沿岸の、網走とかがある東のエリアですが、そこでは何が取れるのかっていうと、図が細かくてよく分かんないんですけれど、下に書いてある数字を見た方が、小麦だと道内の 30%、 大麦だと実に 70%、 ジャガイモの 40%、 玉ねぎの 60% がオホーツク地方で生産されているのです。だから全国レベルでいうと、皆さんがカレーライスを食べます、そのカレーライスの中に入っているジャガイモの5個のうちの1個はオホーツク産で取れていると、玉ねぎの3個に1個はオホーツク方面から取れていると、いや本当ではそんな感じじゃないけども、イメージとしてはそんなもんだと思ってください。というように、オホーツク地方の農業は結構日本の食料のその 39% のかなり大きな部分を支えているんだなということが分かるんですが、ここでちょっと現実を直視してみないといけません。このオホーツク農業ですけれども、現状安泰とは言い難いです。まず、これが面積なんですけど、黄色が北海道の耕地面積、青がオホーツクです。これ実は、昭和の時代からずっと横ばい、現状維持ってやつです。減ってはいない。そして一方で農家人口は右肩下がりにどんどん減ってきています。ただ、その下がるペースは最近ちょっと減少してきている、やや下げ止まりつつあるということもあります。特にオホーツク地方ではまだ農家の後継者さんが結構いてるというのも状態としてはあるんですけれども、その結果、何が起こっているのかっていうと、一軒あたりの農業面積がだんだん増えてきていて、農家の、専業化も進行しています。これ本州とはかなり違うことだと思うんですけども、専業農家の割合がだんだん増えてきています。その背景には農業をやってこの地域は儲かるということが、今はそうなんですけれども言えます。農家一軒あたりの年収が1000万を超えています。1200万を超える農家さんも珍しくありません。サラリーマンよりも儲かるので農家後継者が今でもいるのです。そういう珍しい地域です。はい、それではちょっと、歴史の話にちょっと行きたいと思います。農業が今のように近代化する過程でどういうことが起こってたのかというと、肥料を最初は有機栄養説っていう説があって、こちらの、音楽室にあるような人、これドイツの方ですけれども考えたんですけども、有機栄養説っていうのがあって、作物は牛の糞とかを、畑に混ぜるとそれを栄養にして育つっていう説があって、だから皆さん、畑に牛の糞とかそういうものをたくさん撒きましょうっていうことをこの人が提唱した。これは理論的には完璧な間違いでしたけれども、技術的には正しかった。だから、18世紀のヨーロッパの食料生産はどんどんこれで増えていって、この方のおかげで、その産業革命の人口増加を支えることができたと。ですが時代がちょっと後になってきて、同時代の方ですけど、理科室にリービッヒ冷却機っていうのがあることもあると思うんだけど、そのリービッヒ冷却機を考えたリービッヒさん、が、無機栄養説っていうのを提唱しました。植物は牛の糞とかそういうものを栄養にしなくて、牛の糞が分解されて出てくるなんか、無機物のイオンとかそういうものを、栄養にしているっていう説、これが現在まで通用している無機栄養説です。今の、農業科学は全部これに従っていて、彼のおかげで化学肥料というものが提唱されました。ただこの時代はまだ化学肥料、本物の、ちゃんと使える肥料は作られませんでした。最初に化学肥料の特許を取ったのはこっちの、イギリスの、ローズさん、ジャールズ・ワイにちょっと似てる人ですね、こういった人たちが最初に化学肥料を作って普及させました。このことから言えるのは、ドイツ人が先に科学的にはいろいろ道をつけるんですけども、商売するのはイギリス人の方が上手だということが言えますね。
そうやってヨーロッパの人たちが化学農業をだんだん普及させていき、またドイツの方たちがですね、空中窒素工程といって、ハーバーさんとボッシュさんが、工業で工場の中で、窒素肥料、畑にまくアンモニウム肥料ってやつを作り出すことに成功します。これで、地球は大気の中に無尽蔵に窒素がありますから、無尽蔵って言っても有限だけど、まあ、ほとんど無尽蔵に、窒素を作り出していくことに成功しました。ちなみに言い忘れましたけど、作物の栄養というのは三大要素っていうのがあって、窒素、リン、カリウムっていう、これを3つ化学栄養で与えれば、化学物質で与えれば植物育ちます。他に微量要素っていうのもありますけど、それはちょっと省略しましょう。だいたいこの大事なやつが、人間で言えば、ご飯に当たるような大事な栄養素です。そして20世紀の中でだいたい化学肥料が作るようになって、ここはちょっと時間があるんで飛ばします。それで、アメリカの人たちを中心に、多種品種っていって、たくさん取れる米とか小麦とかも作られるようになりました。そしてそれがまあ大体1900年代の、戦後の1940年代以降です。大体一通りのパーツが揃うことになります。多収穫品種、品種改良された小麦や米、それと、化学肥料、それから、省略しますけど農薬、そういったテクノロジーが出来上がってどうなったかというと、どんどん地球の食料生産は右肩上がりに増えました。これ60年代からだんだんその食料生産増えてきて、今では2倍ぐらいになってます。ただ2000年代以降それは横ばいになってますが、途上地域ではまだ増加してます。それは何で起こったのかというと、2つよく似たグラフが出てきました。これは、中国とインドと、アフリカの食料生産量と、右のグラフが中国とインドとアフリカの、窒素肥料の使用量です。見て分かりますように、どうやって食料が増えたかっていうと、化学肥料、それも窒素の化学肥料をたくさん上げることによって、食料がたくさん作れるようになった。20世紀の時代、人口がどんどん増えてきて、もう食糧難になるってみんな言ってたんですけれども、その後だましだましでなんとかやってきているのは、といっても20億人ぐらい栄養不良ですけれども、70億増えてもなんとか食っていけているのは化学肥料のおかげなんです。それは全くの事実です。だがその結果何が起こったのかというと、いきなり身近になるんですけれども、これは網走市内の畑5個の畑の、化学肥料から由来するリン酸という肥料の成分の量です。赤が畑のその肥料リン酸で、緑色の部分がこれ自然の土の、自然林の土の、リン酸です。畑の土では自然な状態の土よりもだいたい10倍から100倍ぐらいの化学肥料由来成分が今では蓄積して不栄養化しています。これが畑の土だからあまり見た目に分かんないんですけども、川や湖に同じことが起こったらどうなるのかっていうと、アオコが大量発生して、赤潮が出たみたいな感じで魚が浮かび上がってくるわけです。実際首都圏にお住まいの皆さんは近所の川や湖が夏になると臭くなったりするのを体験されたかと思いますが、畑の土は結構しっかり栄養分をキープしてくれるので、見た目的にはそうでもありません。だが目に見えないところでちょっとした問題が、ちょっとしたことでない問題が起こってきます。これは、さっきリンの話ですけども、窒素っていう肥料の成分によって出てくる硝酸性窒素っていう化学物質があります。これはちょっとした毒性を持っており、飲み水にあまり多くなると飲めなくなります。それが環境基準ってやつですが、その飲み水の基準を超過している井戸、超過してない井戸が緑色のポイントで、環境基準を上回っている井戸水が出ているのが赤いところで示されています。ちなみにここが我々の住んでいるオホーツク地方です。お分かりのように、世界の日本の食料生産を支える大畑作地帯であるオホーツク地方では、井戸水がかなりの部分飲めなくなっていまして、見た目的には清らかな大自然があるところなんですけれども、農業地帯では農家の人が井戸の水を飲めないという事態が起こっております。それもまた事実です。また窒素肥料だけじゃなくて、いろんな化学肥料をみんな農家の人ガン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 撒いてきました。60年代以降食料生産を増やせ増やせ増えてきた。だが2000年代以降は食料生産はいくら肥料をやったところで、横ばいになっています。これは平成になってからのグラフですけれども、小麦も、特に横ばい、そしてジャガイモなんですけども若干減って目減りしてきています。これは何でかと言いますと、
この下の棒グラフは、ジャガイモシスト線虫っていう畑の中のニョロニョロしたミミズのちっちゃいような虫なんですけども、特にジャガイモを食い荒らす悪いやつがいます。まあ、ほとんどはいいやつなんですけれども悪いものもいて、ジャガイモばっかり作るとそういうものがどんどん増えてきます。まあ、北海道ジャガイモ大事ですから、北海道の畑ではジャガイモたくさん作ってて、ジャガイモを食う虫もどんどん増えてきていて、なかなかこれが抑えが効かなくなってます。この虫があると、ジャガイモの取れ高がどんどん減ってきます。こういったことが今起こっていて、我々の農業実は壁に突き当たっているということなんですね。そうした中でできることを一歩一歩でも良くしていこうということで、化学肥料を減らすお話です。北海道の農政部ちゃんと化学肥料を減らせという資料を作って、皆さんに配布しています。インターネットで無料に、見ることができます。これ北海道の施肥ガイドといって、肥料をやるガイドブックに載っている表なんですけれども、畑の土を分析すると、例えばリン酸が、化学肥料から出てきたリン酸がこんだけたくさんあるところだと、60以上あるところだと、化学肥料の量は、普通の施肥料の 50%、つまり半分に減らしなくちゃいけないよっていう指導を道はしてきました。だから土壌分析、土壌診断って言いますけど、すれば農家の人化学肥料を減らせるんですけど、土壌分析をしなきゃいけないです。農家の人が毎年自分の畑の化学分析するか、してません、しません。お金がかかります。そして畑に肥料をまいた分土に溜まってるから、その分が完全に貯金として、引き出せる状態になってるかというと、科学的にはまだよく分かっていません。それで農家の人は不安で、結局化学肥料を減らせません。次の年に不作になっちゃったら大損するのは自分だからです。当たり前ですね。だから農業試験場がいくら減らせと言っても減らしてくれません。そこで、3年ほど実験した結果を、農家の人の畑をお借りして、いや本当に肥料をやらなかったらこうなりますっていうのを、2009年からやってみた結果なんですけども、これはちょっと畑の中でもいい方の畑のデータなんですけど、4つグラフありますよね。これが普通に化学肥料をやってます。これ半分に減らしました。これはリン肥料だけなくしました。これはリン肥料とカリ肥料っていう、まあ、3つあるうちの2つまでなくしましたっていうところです。全然、これ天才っていう作物の収穫高なんですけど、むしろ増えこそすれ減りません。次の年ジャガイモ作ったけど、ジャガイモも、増えこそすれ減りません。増えるっていうのはおかしいから多分変わんないっていうことだと思うんだけども、3年やったけどやっぱり変わりません。だから、まあ、こっちの畑だとちょっと若干減ったかなって気もするんですけれども、基本的に、網走地方の畑の土に、化学肥料のリンとカリウム、窒素はやらなきゃいけないんだけれども、0% 施肥、施肥なしでも収穫量は減らなかったということを農家の人に証明して、皆さん安心してくださいということができたのが2011年のお話ですが、そこでちょっと気になることがあったんですよね。畑の中の土にほら不栄養化してるから肥料やらなくても大丈夫ですよ。だったら肥料やらなかったら土の中の栄養分どんどん減ってこなくちゃ本当はおかしいはずなのだが、理論的におかしかったのだけれども、土を分析したら減っていなかったのですね。これが不思議なことでした。それが何でかというのが次のお話です。それは化学肥料以外に養分供給源があったとしか思えない。実際あります。それが、今日の主役の堆肥、有機質肥料です。実は北海道の農家の人は土作りのために結構有機肥料を普段撒いてます。化学肥料も撒いてます。だから両方使ってるわけです。これが堆肥撒いてるところで、堆肥はこの緑肥っていって草を生やして、これはひまわりですけれども、これ観賞用じゃなくて土に混ぜるために作ってます。こういう草と一緒に、土に堆肥を3年に1回混ぜてるのです。結構有機肥料をやってるんですね。天才を作って、これ砂糖大根です。バレーション作って小麦植えて、その後で緑肥の塩爆と堆肥を畑に混ぜます。ということはかなりの量の有機肥料が、畑に混ぜられているということです。じゃあ化学肥料と有機肥料でどっちが栄養分含んでるんでしょうか。それは分析して簡単に分かります。堆肥は化学肥料に比べると、飼料成分は少ないです。10分の1ぐらいです。ただ与えている量がトン単位でだいたい10倍ぐらい入れてます。だから結果的に化学肥料と同じぐらいは入れているのです。ただしこれで、非効率っていって効き目のパーセンテージが化学肥料と違うっていう問題が出てきます。化学肥料を 100% とすると有機肥料の成分肥料分は2割しか効かないっていうふうに北海道の指導では書いてありました。
ですが、私の実験結果を見ると、どうもその 20% という効き目よりも効いてるんじゃないかとしか思えなかった。そこで堆肥によって、化学肥料をどのぐらい置き換えるのかという話になります。ちなみに、時間の関係上飛ばしますけれども、土の中のリン酸は、これ4年間、調べた結果なんですけれども、例えばこれ2009年に堆肥を混ぜて、その次の年天才を作って、その次の年バレーショ、ジャガイモを作ったら、ジャガイモを作ったあたりでだんだん土の中のリン酸が増えてくるということもデータを精査すると分かってきました。ですのでこのことから土に混ぜた堆肥ここの時点で混ぜたらだんだんそれが分解され、微生物が堆肥を食って分解して 1.5 年ぐらい経ったあたりで効き目が現れると考えられる。そうすると網走市内ではだいたいそういう作り方をしているので、ジャガイモを作っているぐらいだとその時期には、化学肥料をあんまりやらなくていいんじゃないかということになりました。実際に実験して、これはポット実験といって植木鉢みたいなやつで実験してみたんですけれども、同じように畑と同じようにテンサイとバレーショをポットで作って、その際に肥料はどうしたのかっていうと、堆肥だけの肥料と有機肥料だけと、それから有機肥料と、化学肥料を1対1とか2対1で混合したりして比較していました。そしてその結果なんですけれども、この棒が化学肥料で、化学肥料がやっぱり一番作物よく取れる、それは当然なんですけれども効き目が早いですから。ですが2年目のジャガイモを作った時にはジャガイモの収穫量は実は化学肥料と堆肥を1対1で混ぜた方が一番大きかったということが分かります。だから畑の場合と同じように2年目ぐらいになって堆肥の効き目が現れてくると、ジャガイモは化学肥料よりもむしろ堆肥を混ぜた方が効き目があるということが分かってきました。というのは土の中のリン酸は1年ぐらいするとだんだんこう増えてくる、土の中で分解が進んで増えてくるからです。これは後で効いてくるっていうのは化学肥料じゃなくて有機肥料の効果だということになります。畑でもう一回やってみました。畑で3年間また、何事もその農家さんを説得するためにはデータがなきゃいけないんで、2013年から3年間、畑のジャガイモに集中して今度は、化学肥料をやらない実験を続けました。ジャガイモに化学肥料をやらないで作って、そしたらジャガイモの収穫量減るのかということを実験して、皆さんグラフの意味ちょっと分かりづらいんですけれども、横軸が肥料のやった量です。縦軸がジャガイモの収穫量です。これ化学肥料の施肥を100で取れた収穫量を 100% した場合のパーセンテージなんですが、普通に考えると化学肥料を増やしていくとこう右肩上がりに増えていかなきゃいけないんですが、基本的には増えないということで、しかも化学肥料リンに関してはなしでも収穫量は変わらないという結果が3年間続けて得られました。3年続けて大丈夫だったんだから多分大丈夫だと思います。カリウムも同様です。施肥 0kg 0% でも、もはや、何も影響はないという結果が得られました。ですので結論として、化学肥料の全部は有機肥料にできないけど、窒素、リン、カリっていう3要素のうちの2つ分までは、もうはや化学肥料はいらぬということが分かりました。ただオホーツク地方の農業体系だとジャガイモに関してはっていう正し書きつきですけれど、そして2015年になって北海道施肥ガイドが更新されました。そうすると北海道も、堆肥による、リン酸の効き目は 60% に情報を修正してくれました。北海道では多分寒いからあまり効き目が現れないとみんな思ってたんですけれども、実際は、本州とかと同じように北海道でも堆肥は、化学肥料の6割ぐらいは効き目がある。リンとカリウムについてです。窒素に関してはそうじゃないけれども、結構堆肥って効き目があるじゃないかということが分かったわけですね。ここまでだいたい今日の話終わりなんですけれども、今の課題としてはその肥料成分窒素とリンとカリと3種類あるんですが、最後の窒素もある程度堆肥に置き換えて減らせるんじゃないかということを今検討中です。最後の一角です。最終的に全部有機肥にできるのかっていうのはまだ分かりませんが、これはジャガイモの畑に、ジャガイモある程度育ってから追加で堆肥をまいて実験しているところです。この黒いやつが堆肥ですね。
そうするとジャガイモって、生育期間育ってる時間が結構何ヶ月もあって長いから大きくなってからは化学肥料の効き目とかもうなくなっちゃう。その時期に堆肥があると結構ジャガイモ元気になって芋大きくなるんじゃないかなっていうのを今検討しているところです。あとおまけです。北海道ではあと道庁もバカではありません、ちゃんといろいろなことを先手を打ってます。クリーン農業というのをちゃんと、農家の人に推奨したりもしてます。これは有機農業っていうのがあって、これは有機肥料しか使えない、化学肥料絶対使えない、農薬も絶対使えない。農家の人にとってはさすがにちょっとハードルが高くて小規模にしかなかなかできないんですが、半分有機とか半有機栽培っていうのかな、少し緩い有機栽培みたいなのがはまだ取り組めるというのがクリーン農業です。その次に、有機農業に近いのがイエスクリーン農産物っていうのがあって、これは化学肥料とかを 30% 削減、だから 70% にしたっていうだけだからあんまりその有機に近づいてないんだけど、このさらに少し、進化した特別栽培農産物ってやつになると化学肥料とかが半分に減らした状態、私の実験結果からそれができることは多分大丈夫だと思うんですが、普通の農家さんでも取り組んでいけるということです。皆さん、お店屋さんとかスーパーとかでこういうマークがあったら、こういうマークがついているジャガイモと、あとこういうマークがついているジャガイモ、こっちがイエスクリーンで若干化学肥料が減ったやつ、こっちは完全に化学肥料がないやつですね、値段がどのぐらい違うのかなとか調べてみたら楽しいかと思います。そうやって段階的に化学肥料を減らしていくっていう取り組みはどうも進めてますし、我々も農家さんと進めているところなんです。で、世界的にはどうなっているかというと、まだちょっと時間あると思うので話していきたいと思います。世界でどういうことを行われているかというと、さっき言った有機物、堆肥とか葉っぱとかそういったものを畑にまこうということは基本として行われていて、さらに畑をあんまり耕さないで機械の使用を少なくしようというのは結構大事なこととして行われています。日本の農家さんそこはあんまりやってませんね。機械を使うと畑の土踏み固められて硬くなっていくし、化石燃料の、ガソリン、ディーゼルとかたくさん使わなくちゃいけないし、畑の土かき回してるとだんだん畑の土って消耗して有機物が少なくなって柔らかくなくなっていきます。ですので、そういうことはあんまりしないで、あと有機物としては堆肥とかだけじゃなくて作物の刈り株とか落ち葉とか茎とかわらみたいなやつも日本の農家さんは地面の上に置いといたりしないで焼いちゃったりすることもあるんですけども、それは地面に置いとこうっていうようなことをやってたりします。どんなものがあるのかちょっと紹介しましょう。私去年スペインに留学してそういうものを勉強してたんですけども、スペインでは昔ちょっと昔北海道と同じように天才砂糖大根がたくさん作ってました。これ砂糖大根の畑です。ところがヨーロッパが EU っていう大きなまとまりに統合されると、農産物が輸入化して、北の方にあるドイツとかフランスとかの方が、どちらかというとそういう北の農産物得意だったので、競争に負け始めて、こういう天才畑滅びていきました。それで南のヨーロッパだとオリーブオイルが作れて、そっちは他に競争する相手がいないからオリーブの栽培がどんどん進みました。こっちは勝負できるからですね。でスペインではオリーブ畑がどんどん増えていって、ただこの畑見ると分かるように広い地面が見えてます。オリーブって木と木の間がすごく広いから、その間がハゲ山状態なわけですね。そうすると何が起こるかっていうと、雨が降った時に地面が削られて流れていっちゃうんですね。そうすると土の栄養分とかも一緒に流れていっちゃって、土がどんどん砂漠化していきます。これがものすごい大問題となってきて、いやみんなオリーブばっかり作ってたらダメじゃねえかということになって、環境保全型の農業が結構本気で進められてます。それは日本と違ってその有機とか有機栽培とかそういうものをやんないともう農業が成り立たないというところまで追い詰められているという言い方もできます。どう違うのかというと、こっちが保全する前、こっちが保全した後です。緑が増えてるの分かりますね。これ拡大してみるとオリーブの木の間にこうやって草を生やしてるんです。こうすると地面が削られなくなる、これが基本的にヨーロッパの環境保全型農業の、やり方です。あと作物の葉っぱとかを地面に敷くっていうのもありです。こうすることをやると雨が地表にぶつかった時に地面が削られて、その削られた地面が硬い殻のようになってクラストっていうんですけれども、雨をより弾くようになっていって地面が削られやすくなります。
そうすると、まあ、よく分かんないかもしれないけれども、雨が降ったらどんどん畑の土が泥水になって流されていってしまうんですね。これを防ぐために藁とかをこう地面に置きます。そうすると藁の層が雨をこう受け止めてくれて、雨水が地面に染み込んでいきやすくなるんです。そうするとこっちが地面を覆って保全したところ、こっち保全しないところだと水たまりができて水が表面を流れていますね、まあ、こういうことをやってて、ヨーロッパの全土ではこういう有機農業とか保全型農業の取り組みはすごく進んでいて、一番先進国のドイツで一番進んでます。このブルーのラインがドイツの有機栽培農業経営面積です。どんどん2010年以降も増加傾向にあるのがお分かりかと思います。こっちが農業人口です。こっちも増えてます。有機農業人口増えてますね。そしてその有機農業が一番進んでいるドイツでは1軒あたり50から60ヘクタールも畑を持ってます。網走ではいくら日本の中では大規模といっても30ヘクタール台ですね。これ何が違うのかっていうと、ドイツとかヨーロッパでは牛とか家畜、豚とかの家畜の飼育量もすごく多いから、牧草地の面積も大きいからだと私は考えてます。まだドイツでちゃんと勉強してないんでわからないですけれども、それはだいたい畜産が盛んな北海道の紋別地域とかでだいたいこのぐらいの経営面積なんで、多分そうじゃないかと思う。それで網走と違って、その北海もとにドイツとかだと牛の糞とかが入手しやすいっていうことも有機農業が進行している理由じゃないかなと思うんですね。ということで我々のオホーツク地域だと畜産との複合経営っていうのがすごいこれからの課題じゃないかと考えています。ちなみにこれは現在スペインでは天災によるビート生産が崩壊してしまって、製糖工場、砂糖を作ってた工場は何に使われているのかというとイベントホールに使われています。これはあのアニメ系のイベントがあったので私が遊びに行った時の写真なんですが、北海道の生産物がここにもちゃんと、まあいいや。では日本では有機農業がなんで普及しないのかっていう話ですね。あれは北海道の生産物なんですけれど、オホーツク地方ではだいたい 1% ぐらいしか有機農家さんいらっしゃいません。全経営面積の中ではほとんどなきに等しい状態ですが、なんでいないのかっていうと、まあこれがその数少ない環境保全型農業に取り組んでいる畑の事例で、結構ヨーロッパの環境保全型農業と同じようなことをやってらっしゃいます。地面をこうやって茎とかで覆っていて、何作ってるのかっていうと餃子ニンニクとかアスパラガスとかを作ってます。そういうものはちょっとだけ作ってそれを高く売れば経営が成り立つ。単価が高くて手間がかかっても元が取れるものを少量だけ生産してます。大量には作れないからです。大規模化はちょっとこれ手間がかかりすぎて草取りとかできなくて難しいというのが今はネックになってます。で、さっき言ったクリーン農業とか特別栽培とか半有機農業ぐらいだったらある程度できるということで、津別町っていう北海道のちょっと内陸の町ではそれに取り組んでるんですけど、そのために何やってるのかっていうと、土木作業をやって地面を真っ平らにして、機械を入れやすくするっていうことをやってます。それは人口が減って機械力を導入しないと農業をやっていけないからですね。ですからこういうところでもし化学肥料を減らした農業をやってもあんまりこう全体的には環境に優しくないような気がします。日本人はどうも土木工事が大好きなのでこういうことになっちゃってますね。悪いことだけとは言いませんけれど、というわけで我々のオホーツク地方でこれから有機農業を推進すると考えるならば、理論的にはいくつかの問題があって、家畜がもっと増えないといけない、畑作の方が今のところ儲かるので農家の人が牛とかまだ飼ってくれてません。そうすると、有機肥料の原料となる堆肥 の家畜糞、これを根線地方とか紋別地方とかから、運んでこなくちゃいけない、お金もかかっちゃうということです。ですので、有機物の供給源を他にいろいろと確保していかなきゃいけないというのは課題です。候補はいくつかあって、下水処理汚泥、下の1階に展示してあります。ただ、量的にはまだまだ十分ではありません。それからオホーツク地方カニとかの水産物が多いので、それの殻とかそういったものも堆肥化しようという試み、いろんな会社がやってます。ただ玉石混交です。いいものもありますが、水産物実は重金属がもともと多いので畑にそのまま負けないものも結構多い。あと給食とか残飯、これも結構ありますが、いつどんだけ出てくるかというのがなかなか把握しきれてません。あと人類の食べるものは塩分が多いので肥料にそのままでは向かないなど、いろんな問題があって、
候補はあるんだけど、量と質の良い、牛糞、家畜糞や、残飯の確保というのはこれからの課題です。ちなみに網走市では下水処理で出てくる下水のヘドロは全部堆肥になっていて、全部畑で リサイクルしているというすごい先進的な取り組みが成功していますが、これで畑に供給できる堆肥の量は必要量の1割程度 10% ぐらいまでです。もっといろいろな、糞が必要となってますね。今やってるのはいろんな、生ごみとかを、無駄なく利用するために、給食残飯とか水産廃棄物とかを、ミミズさんを飼ってミミズさんに味見させるという実験をやってます。はい、そうするとミミズさんがもし増えてきたら良い有機物っていうことが評価できるんじゃないかなとかいうことを今やってたりするわけで、まだ道は途中です。はい、ご清聴ありがとうございました。